皆さんこんばんは、拉致被害者全員奪還ツイキャス、今夜も始まりました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今画像で、野伏翔監督の横に立っていらっしゃる、はい、ブルーの、ね、シャツを着ていらっしゃる、スクーカー秋田の代表の、あ、はい、今来ていただきました。はい、松村義康さんが今日のゲストです。はい、よろしくお願いします。松村さん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。聞こえたら、はい、ありがとうございます。聞こえてる、はい、大丈夫、すみません、はい、はい、よろしくお願いします。はい、松村代表です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大丈夫すいません、はい、はい、いえいえ、すいません、いかがですか、コメント欄は、あ、いいお声でしょう、はい、まあ、いいお声だけじゃなくて、まあね、いい男なんですけど、本当に、ね、ハンサムでね、はい松村さん、コメントは、はい、流れてるのは読めますか、はい、はい、あ、今見てます、はい、はい、あ、はい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 、こんな感じです。松村さん、お若いですね。はい、わ、はい、かりました、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。ね、そうですね、41回目の紅葉、まあ、めぐみさんがね、拉致されてから、41回目の秋ですね、ですね、11月ね、15日でした、はい、はい、あ、コメントも録画してくださってますね、はい、あ、イケボですか、はい、イケボというのは松村さん、イケてるボイスということで、はい、はい、いいお声です、 あ、ありがとうございます、あ、すいません、はい、よろしくお願いします、はい、はい、後でね、横にいらっしゃる相棒の安倍さんも引きずり出したいと思います。そうなんです、ええ、安倍さん、はい、横で、はい、います、はい、います、はすみさんがコメントを書いてくださいました、はい、ありがとうございます、はい、はい、みんなで、あ、本当だ、一団結して、はい、はい、あの民間の力でね、あ、私の声が小さいですか、あ、ありがとうございます、はい、野伏監督が今富山公園来てますと、はい、ホテル到着聞いてますと、ありがとうございます、あ、私の声が小さいですか、本当だ、あ、はい、今マイクをちょっと近づけてみました、いかがでしょうか、ちょっと大きくなりましたか、はい、皆さんがね書いてくださってますので、ちょっとコメントをお待ちします、はい、はい、僕これに何か言った方がいいんですか、大丈夫です、あ、そうですか、はい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 、そうですね、野伏監督富山ですね、はい、もう、はい、あと竹本さんも埼玉で、はい、はい、はい、まあ、こういう感じで民間で結集ですね、はい、拉致問題の解決を願ってくださる、もう本当にお心のある方々が皆さん、あ、私の声が3ですか、そうですか、え、僕は声でかすぎ、じゃあちょっと遠くに離れます、いやいや、はい、あ、いえいえ、すみません、はい、大丈夫ですか、多分私の声も聞こえてると思うんですが、今、はい、いつもよりマイクも近づけております、うん、はい、はい、はい、大丈夫ですよね、はい、ありがとうございます、こんな感じで大丈夫ですか、はい、はい、はい、ありがとうございます、松村代表に皆さんいろんなことしたいんじゃないでしょうか、はい、はい、ありがとうございます、あ、声ちっちゃいですか、いや、普段と変わらないマイクイヤホン買ってるんですが、小さいですか、今差し直してみました、マイクイヤホン大丈夫ですっていうのと小さいですっていう方といらっしゃいますね、うん、いけますか、大丈夫ですね、あ、聞こえますね、うん、はい、ありがとうございます、はい、松村さん大きいですか、はい、すいません、なんかテストもしたんですけど、あ、もう大丈夫ですか、僕はもうちょっと、はい、大丈夫ですか、はい、
ああ、石村さんも、石村マネージャーさんも書いてくださいました。はい、松村さんリラックスしてお話ししていただけると思います。まあね、もうチャンネル桜とかもね、何度も出られていらっしゃる方なので、はい、ラジオだったらもう全然、まあ、ね、まあね、一般人のラジオですから全然緊張もされていらっしゃらないと思います。はい、いや大丈夫ですか。はい、いかがですか、こう生の感じでこう反応返ってくるの面白いですか、はい、いかがでしょう。はい、ちゃんと、はいはい、目が追うのが大変ですけど、はい、あー、そうですか、はい、面白いですね。まあでも、はい、皆さんここ聞きながら、率直なご感想を書いてくださっているので、よかったら見ててください、うん、はい、どこからお話をお伺いしましょうか、はい、スクーカイ秋田の代表も長く務めていらっしゃいますね。2006年からで会ってますか。はい、はい、もう10年、そうです、はい、はい、江戸が一周しましたが、そうですね、はい、はい、うん、実際にまあ、スクーカイ秋田自体は、うん、はい、じゃあできたのはそんなに早くなくて、はい、2004年から作り始めたんですが、はい、ので最初は違う方が代表をされていて、はい、福岡さんって方だったんですね。でその方は、はい、特定失踪者の松橋恵美子さんと同じ、はい、まあ、町内というか家族ぐるみの付き合いをしてる方で、はい、でその方々が、はい、そうですね、で、はい、スクーカイ作る前から活動されてたんですよ。あ、でそういう方がいる中で、まあ、はい、スクーカイを作ろうって話になって、で最初はその、はい、福岡さんが代表だったんですが、立ち上げの最中に癌になられて、はい、で2005年の9月のに総会をやって、翌2月に亡くなっちゃったんですね。あ、それで福岡さんから後を頼むねと言われて、まあそうなるとなんかこちらも何ですかね、気合が入るというか、まあ本当福岡さんは最後亡くなるまでギリギリ前ずっと病院からも拉致のこの運動をされていて、はい、みんなに内緒で病院から会議にも通ったりされた方だったもんですから、あ、そんなこともあって2006年から私もなんかあまり代表とか自分でやるタイプじゃないんですが、この時だけは立候補してやらせてもらいました。はい、あ、ありがとうございます。はい、まあ、でもその時には、まさかこのね、江戸が一周する12年後まで解決しないとまではやっぱり分からなかったじゃないですか。そうですね、だからどちらかというと、はい、もう、はい、終わりの頃にやってきてみたいな感じで嫌味を言う方もいらっしゃるぐらいでしたから、まあ、皆さんももう解決というムードだったと思いますね。はい、はいはい、私ももう、なんだろう、うん、こんな長くなるとは思ってませんでした。そうですよね、はい、私もまだ、まあ、こういう配信とかももちろんネットのない時代に5名の方の帰国を見たときに、まあ、続々とその後、はい、被害者の救出が続くだろうと思ってましたし、もう何よりもその北朝鮮にいるということが分かっているのだから、あとはもうその国と国がしっかり、なんて言うんでしょうね、まあ、水面下の交渉とかいろいろあるかもしれないけれど、まあ日本人がどんどん帰ってくるんだろうと、まあ、今よりもっとね、簡単にというか、うん、いるのが分かってるんだから帰ってくるだろうというふうに普通に思ってたわけなんですが、はい、ただありがとうございます。その活動を始めてからはですね、逆にこれでは解決しないなと思うことがとても強くて、はい、のでこの十何年間かは逆に、はい、このままでは解決しないって思いしかなかったですね。多分それは皆さん、はい、同じだと思うんですが、はい、はい、なるほど。
まだシェリーさんの声が小さいですよと、ちょっと監督からコメントが来ました。本当ちょっとだけイヤホンを変えてみます。ちょっとだけお待ちください。すいですね。ません。はい。はい、こちらでちょっとは大きくなりましたでしょうか、皆さん。違いがありますか？はい、大きくなってたらいいんですけど。ああ、そうです。はい、ユーランドホテル。あ、大きくなりましたか？よかったです。はい、中原さんありがとうございます。あ、はい、本当だ。はい、そうです。今、月さんが貼られたユーランドホテル。これは八橋で合ってますか？は、八橋ですか？やばせ。あ、やばせと言うんですやね。ばせ。あ、ヤはバい、セです。は秋い。田の地名です。はい、あ、はい、わかりました。ユーランドホテル、ヤバセの、はい、そうです。はい、会社、オーナーさ僕んはです。はい。普段し、そうですね、はい。はい。こちらのね、ホテルはですね、今、安倍さんから送っていただいたちょっとお写真に変えたいと思います。ホテルの、これはロビーの一角になるんでしょうか。拉致問題の啓蒙啓発コーナーみたいなどれだ？のを作ってくださってますが。あ、はい。あ、はい。これは店の中です。1あ、は階のい。飲食コーナーの入り口のあ、横のそうな壁んですね。あ、でじゃあす飲ね。食コーナーのはい。入り口だったら、お泊まりになられた、お客様は通られますね。そうですね。はい。お風呂、温浴施設なんですが、お風呂に行くはにい。も、ご飯を食べるにも、休憩室に行くにも必ず通るところです。はい、そうですか。はい、またね、こうはいうい。ふうに、救う会秋田の代表もされていらっしゃって、またご自身の経営されているホテルにもこういうふうにコーナーを作ってですね、皆さんに拉致問題をちょっとでも知っていただこう、関心を高めていただこうということで、はい、こういうふうにされていらっしゃいます。見えますかね、左下の方に、めぐみへの誓いは奪い。還映画化のチラシも貼ってくださっております。あはい、またぜひぜひ皆さん秋田に来られた時は、はい、ご利あ。あ、用さそう。れてください。はい、駅からちょっと離れてるんですけどね、4キロぐらい。あ、は温浴い、付きのビジネスホテルというか、はい、宿泊施設です。はい、はい、お風呂にゆっくり入れますので、ぜひご利用ください。葛城奈は美い。さんもね、秋田にお泊まりの時はこちらの方に。あ、秋田に行ったことないですか？あ、はい、はい、私もないんではす。い。はい、秋田にもツイッ ターそうのですか。長いお友達もいますので、はい、いい私観も秋光田地にも行っいったとぱいあころ、るので。そうですね、いいとこですよね。はい、はい、ぜひ。ぜひ皆さん、ちょっとね、宣伝も、はい、ユーランドホテルの方、ユーランドホすいテルま矢せん。場さんの方、はい、ご利用ください。ありがとうございます。こういうふうにコーナーを作っていることで、どんな反応がお客様からあったかっていうのをお話をお聞きしてもいいですか？はい。はい、もうちもうょっと長話いんので、今は。今は特にはい。ないですが、はい。はい。始めた頃はですね、はい。でもそんなに何もなかったんですけど、正直言うと。少し何人か、まあ来なくなった方はいたかなと思いますけども、そんなでもなかったですね。そうですで、か。はい。逆に、こういうことをやってるんであれば、使うよとか、いう方々はも多い。かったで応援すの声ね。もありなまんしたで、か。商売は的い。には、はい、あんまりマイナスはなかったですよ。あ、よかったです。はい。よかったです。もし、今、多分そツイんキャなスもんなを。んだろうなと。あ、はい。ツイキャスを聞かれてる方で、自分でお店もされていらっしゃる方も怖がらずに、はい、堂々と人命救助ですから、よかったら拉致問題のポスターなどもお店に貼っていただけるとか、はい、そういうこともこうやって長くされてこあられたと、松丸さんも大丈夫ですよっておっしゃってますので、はい、はい。あと、売店はい、でとかで、ブルーリボンバッジをぜひ販売とか、していただけると、あ、嬉なかしいなでかす買ようところね。がわからないって方もはいい、らっしゃるんで、は使い。い方がわからない方がいらっしゃいますので、はい、ブルーリボンバッジの販売とか、
そういう方いらっしゃいました。確かに過去に店で販売したいなっていう声がありました。はい。で、まあ松村さん、こちらのホテルの従業員の方は皆さんブルーリボンバッジをつけてお仕事に従事されているということですが。はい、全員、はい、制服で義務としてやってもらってます。はい、あ、義務として。はい、はい、で昨日ちょっとお電話でもお聞きしましたが、はい、それはまあこちらで、雇用していただく、まあ、働いていただく前に、うん、最初に面接でお伝えするそうですが、実際に勤務されている方からの声っていうのはいかがでしたか。聞いたらですね、聞いたらですね、面接の時は聞いてないって言ってました。はい、で、来たらいきなりこれをつけてくださいって言われてって言ってました。で、はい、で面接してる人に聞いたら、誰か嫌がるって聞いたら誰も嫌がりませんって。まあ、でも嫌な人は辞めちゃったかもしれないし、なんとも分かんないですけど。はい。直接の。でもバッジをつけてることによって、うん、はい、ないですね。でもつけてるとお客様との会話にもなるんで、なんだそれとか、なんでつけてるの、はい、とか、はい、はい、はい、うん。そうすると詳しいことはこのラッチコーナーで見てもらったりとか。そうですね。なんでまあこちらの方に表で、よかったらね、表で、はい、ですね。私はまあ会社やっていて、はい、表で街頭活動とか仕事でもそのラッチの活動をするんであれば、はい、なんだろうな。はい、まあ、まあ会社のお金使ってるようなもんですから、だったら会社の中とかスタッフとかお客様にやるのがまあ筋かなと思いますし、そうですよね、まあ、その方が伝わりやすいので、はい、はい、はい、一貫されています。本当に、ま、全くマイナスはないです。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、まあそういうことです。皆さん安心してください。はい、まあね、ブルーリボンバッジを、ね、つけるのも怖いっていう声もあったりもしますが、もうね、たくさんの方も国民全員が、ね、つけてるぐらいになると、ね、はい、ま、こういうのもあります。はい、ユーランドホテル、はい、いやいやいや、なんだこれ、はい、あ、これサンソカプセルですか。はい、はい、これサンソカプセルと でかいやつですね。特注で作りました。はい、でかいのがあるそうです。はい。そう。窮屈ね。これは今年の夏は、はい、金足農業の吉田選手が秋田予選の時には毎試合使ってました。あ、そうですか。はい。はい。もう今年はね、彼も結構近い、はい、近いんですよ。あ、そうなんですね。はい、決勝、そうです。秋田予選は3対2で1点差だったので、はい、このおかげで、はい、甲子園に出れたかもしれないと思うと、はい、大変、実際になんか嬉しいです。甲子園本当に秋田盛り上がってましたね。もう全国規模で盛り上がってましたが、はい、金足旋風ということでね。はい、でもこの写真はどっから持ってきたんですかね。知らなかったです、ね、これはホームページだったと思います。はい、本当ですか。そうですか。はいはい、ね、金足の吉田選手も使った酸素カプセル、ありがとうございます。はい、会長さん、はい、はい、はい、こういうのもありますので、はい、ぜひぜひ秋田にお越しの際はご利用ください。はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、いえいえ、とんでもないです。窮屈なのがダメな方もこれだったらリラックスして入れますね。実際にそうですね、テレビもエアコンもついてるんで、はい、松村さん実際にご利用されてますね。なんか入ったら頭すっきりしますか。はい、使ってます。はい、はっ、はい、なんか言いそうですね。いや、若返りそんなことはないですけど、はい、うん、うん、皆さん若返りにいいので、はい、あ、結構きますよ、これは疲れが取れるので、うん、はい、ぜひよろしく、ね、とか、まあまあ水の先端はこれぐらいにして、ね、はい、はい、はい、たくさん使われてます、はい、はい、筋肉疲労とかの回復がいいそうなんです、うん、はい、あ、そうなんですね。友蔵さん、ありがとうございます。あ、ブルーリボンバッジつけてる方とね、すれ違ったらね、うん、もう嬉しいですよね、本当に、うん、まあ、だからそういう方がたくさん増えるように、ぜひ皆さん、ブルーリボンバッジ忘れないように、つけてくださいね。はい、うん、お願いします。で、実際にそのホテルの従業員さんで、あれ、それは聞こえますか。大丈夫ですか、松村さん。
はい、はい、はい、大丈夫です。それはお買い上げ、従業員さんの方にお買い上げじゃなく貸与ですか、お貸ししてるんですか。基本的にはあげてますけど、置いていく人もいるので。あ、なるほど、プレゼントってことですね。なくしたら、はい、なくしたら自分で買ってくださいって、あ、なるほど、なるほど、言ってますけど、はい、基本的には無料で付け渡してますね。で、持って帰るなら構わないっていう感じに、やめる場合ですね。持って行っても構わないと言ってます。はい、そうですか。こういう経営者さんいっぱい増えたら嬉しいですよね。はい、じゃあ自分も続くぞという方が出てくるのが楽しみですが、はい、なんだっけ、秋田の、北都銀行っていう銀行さんは去年、人権週間の時に1週間本店で皆さんブルーリボンバッジをつけて、はい、はい、仕事をしてくれましたね。はい、ちょっとだけちょっと見えますかね、うん、はい、北都銀行、こちら、はい、去年の記事になります。はい、2017年のね、はい、はい、この北朝鮮の人権啓発週間に合わせて、これはもう全国初でした。はい、もうこれはですね、やっぱり救う会秋田の、うん、松村さん、安倍さんの頑張りが実ったわけです。婚姻のバッジ着用ね、全国で初めてだったんですね。本当に嬉しかったです。窓口でね、こうやってつけていただけると、そうですね、はい、ね、たくさんの方にね、銀行員さんはそうですね、ありますから、うん、銀行はやっぱり信用があるのと、はい、やっぱりちょっと意味が違いますね、普通の民間の、そうですね、普通の企業とは、ま、はい、うん、これまた、聞いてくださってる方、四国の方や九州の方や、たくさんいろんな地域の方いらっしゃると思うんですけど、秋田ではねって去年こういうことがあったんですよということで、でもまた皆さん自分の地方のね、でも、はい、地元で呼びかけしていただけたら嬉しいです。はい、はい、すいません、兵庫でしたっけ、どっか兵庫の銀行さんが確か、はい、つけてます。あれに銀行が寄付したんですよ確か。あ、そうです、そうです。でもまだ、はい、女性学校の補助金も続いてます。あ、出しっぱなし、はい、そっか、じゃあ国会議員のバッジと同じになっちゃったんですね。はい、そうですね、減額はされてきてますが、はい、まあ、それがね、なぜダメなのかということをしっかり、まあ、理解してもらえるように訴えることも、続けていますが、うん、まあね、中高生に対してこう主体思想というんですか、中性思想っていうのを、まあ、素晴らしいものだって教えることは、私は自動的になるんじゃないかと思うので、はい、うん、学校に金出す必要はないですね、税金をね、はい、はい、そうなんです、全く間違ってると思います、はい、子供たちにはね、ちゃんと門戸開かれてますから、日本の学校に通える自由がありますので、はい、はい、日本に住んでるんだったら、うん、日本に住んでもらって、まあ、日本人とも交流してもらった方がいいんじゃないかなというふうに思いますし、ね、そうですよね、うん、あと、まあ、はい、もちろん北の方々ね、仲間だろうし、彼らこそにも、はい、我々と一緒にね、助ける運動をすれば、我々拉致被害者を助けようとしてますけど、はい、向こうの状況を考えると、あまり言っちゃいけないか分かりませんが、北の方も助けなければ、日本人だけ助けるってかなり難しいですよね、はい、だから本当に総連とかやってる方々にはぜひ、うん、僕たちと一緒に北の方々を助ける、拉致被害者も助けるってことをすればね、一番いいと思うんですけど、なんかそうですよ、ね、自分の同胞を見殺しにしてるって面では、まあ、日本人と変わんないですね。はい、はい、そうですよね。もうだから本当に人権派と呼ばれる方は、まあね、北朝鮮の人民があれだけ苦しんでるということも、加藤健さんもね、たくさんツイッターなどでも発信されていらっしゃいますが、そうですね、はい、うん、国連の、まあ、人権理事会ですね、はい、の方も発表してますので、本当に出稼ぎに、ね、出た女の人がですね、まあね、北朝鮮の上の方の、うん、まあ、党の人とか軍の人とかに、
まあ、慰め物になってたりとかですね、うん、小さな子供さんは、うん、あの、ま、皆さんも知っていると思うんですが、ありがとうございます。丹陽信用金庫ですね。県庁駅付近寄贈。レイコさん、ありがとうございます。あ、はい、はい。はい、こちらの方、救う会福島の、はい、方です。はい。はい、ございます。ね、あの、こっちびでしたっけ。はい、あの、ね、凍傷とかでね、指もなくしたりとかですね、もう、うん、本当にあの、飢えで苦しんでるのが、もう、うん、ほとんどのね、まあ、末端というか庶民ですから、まあ、ほんのね、同じ時代に今生きてる仲間ですから。そうですよね。彼らのこともやっぱり本来は救う、はい、ね、本当近所の国ですからね、うん、まあでも日本、自分の国の人も救えないのにあまり偉そうなことも言えないんでですけど、本当本来は、あの、北朝鮮の方だって我々はね、助けなきゃいけないと思います。はい、はい、まあね、そのためにはあの、北朝鮮の現体制っていうのを、まあ本当は打倒したいなという、うん、心入れ替えてね、うん、キム・ジョンさんが、ね、あの、先軍政治じゃなく、ね、民主的な政治をすれば、まあ、いいことなんですが、そうはなっていないので、うん、ね、あの、自分の国民が苦しんでも、はい、先軍政治してますのでね、はい、まあ、そういうことを本当は在日の、ね、朝鮮総連の方も、まあ、できないでしょうが、本当はそこを頑張ってね、あの、改革、日本にいる立場からね、改革してもらいたいなと思ったりしますね。はい、うん、はい、ちょっとね、スクーカー秋田の特定失踪者のお話もお聞きしたいと思います。はい、はい、5名の方プラス1名というふうに聞いてますが、はい、そうです。あの、はい、まあ、もっといらっしゃると思いますが、はい、公開している方は5名ですね。はい。あ、そういうことですね。プラス1名というのは、はい、はい、うち1名の方が、お二人でいなくなっているんですが、はい、まあ、フィアンセの女性は、身内がいないので、届けが出てませんから、認定されてないということですね。はい、これは あくまで、はい、家族が申請しないと、特定失踪者にはならないんで。はい、はい、わかりました。はい、はい、この方もね、はい、あの、昭和61年この方は名古屋で、はい、はい、はい、秋田出身になります。はい、うん、もうね、今年59歳の方ですよね。27歳でね、いなくなられてですね。はい、もう長いですね、本当に。そうやって考えると、うん、ね、はい、あの、こちらのこの方が、そうですね、この方もフィアンセの方が、はい、はい、一緒にいなくなってます ね、 ですね、一緒に。あ、はい、じゃあ、はい、あれですね、はい、橋池さんとか千村さんとかと同じ、一緒に、まあ、カップルでいなくなったと、ね、まあ、可能性があるってことですね。可能性があるということですね。はい、はい、ちょっと皆さんに見ていただきますね。秋田の特定失踪者の方々です。うん、はい、石田清さんですね。この方も26歳、はい、板金工をされていらっしゃいました。今ね、75歳ですって。うーん、この方44年ですか。長いですね、本当に。この方はあれですよ、あの、どうなのかな、千村さんのお父さんに写真をお渡ししたんですけども、はい、以前に、はい、だから返してくれなくてですね、お父さんに返してくれませんかって言ったら、やっちゃんが持ってたいって言うんだよねっておっしゃってて。あ、そうですか。どういう意味かは捉え方によって分かんないんですけども、あ、うん、まあ、もし本当に向こうで、はい、持っていたいと言うんであれば、だし、まあ、ただなくしちゃって返せないからだったのかもしれないし、分かりませんけど、あの、僕が電話で言われたので。でも、まあ、それだったらね、だから持ってたいとはおっしゃらないでしょうから、まあ、うん、そうですか。ですよね、だから、まあ、はい、うん、じゃあ向こうで会われてる、会われてた可能性があるということ、ね、可能性もね、ありますね。可能性もね、ですよね。はい、うんうん、そうですか。はい、松橋恵美子さんですね。カラー写真です。この方が先ほど申した、あの、はい、福岡さんっていう、もう初代代表の方が同じ町に住んでいた方ですね。町内だった、はい、この方、綺麗な方ですね、はい、この方は平成4年ですよね、はい、あ、
店に入ってから隣町に出かけてくると言い残し、うん、車で自宅を出た後行く行く目、うん、うん、そうです。いやこの方本当に非常に不思議なことが、まあ、たくさんあって、うん、はい、まあ、結構濃厚と言われている方の一人ですね。あ、はい、そうですか、わかりました、うん、はい、であと1名の方女性ですね。今もお母さんがまだ木村かおるさんですね、まだ看護学生、あ、木村さんですね、曽我さんと同じですね、か看護婦さん、うん、この方は八戸の21歳方で、はいはい、79歳、お姉さんがまだご存命で、あ、はい、そうですか、うん、活動されてます、はい、あ、そうですか、もうご家族にとったら長いですね本当に。またあの国からこの木村さんも受けてないと、あの、うん、あの、どうだっけ、タイでしたっけ、タイの、 あの拉致被害者の方々に、はい、かなり日本語を教えた先生に似てるっていう話があって、あ、そうですか、はい、あと田口彩子さんに日本語を教えたのが彼女じゃないかって話もあるという、あ、そうなんですね、はい、うん、田口彩子さんじゃない、田口彩子さんが教えたあのキムヨンヒか、はい、キムヨンヒに、うん、ですよね、確かこの人も教えてたんじゃないかってことですね、日本語を教えて、で、はい、田口さんはその後その日本人化教育をしたっていう話ですね、まあまあそういう話もあるという、はいはい、あるんですね、はい、またね、はい、あの藤田進さんのように向こうから写真が出てきた人でも認定されてませんし、まあ、認定者が増えてないことについては松村さんどのように感じられますか。あの、なんだろう、認定したくない理由がなんだろうなっていうのが、うんうん、だって明らかに、はい、に認定したくない、ないか、なくなければおかしい方、例えば鈴木さんにしてもいらっしゃいますよね。で、はいはい、わざとしたくないとかしたくない理由があるんだなっていうことと、うん、まあ認定ばかりを求めていても帰ってこないので、はい、あの、まあそのこと関係なく全員取り返すってことでいいかなと思う気持ちと両方あります。ただ、そうですね、うん、特定傷者の家族の方に聞くと、うん、やはりね、認めてもらえないってことに関しては非常に不安というか、ね、あのやっぱり違うのかなとか、ね、余計不安になりますから、置いていかれるんじゃないか、はい、不安になりますね。わかります、うん、で切られちゃうんじゃないかっていう不安もあるし、そうですよね、ですから本来は、はい、まあ、本当はなんだろう、まあ、認定うぬぬまに本気で取り返す活動を日本がしていればそんな不安も出てこないと思うんですが、そもそも活動が今一つだっていうことと、うんうん、あとは、はい、なんか本当に嫌なのかなっていうような認定しないっていう動きをされているので、うんうん、それに対する不満っていうのが強いと、うん、私はそれが強いですね、はい、認定すればいい悪いってこととは置いと別で、うんうん、なんでしないんだとかね、はい、そのしたくないやめたがるというか、まあ、言えば矮小化したがってるのかなっていうのが非常に嫌ですね。で、またその、はい、矮小化しようとする日本政府のとか、まあ、方々の考えが、うん、まあ、要は、早く終わらせたいという思いかなという疑念も持つ、待ちますので、うんうんうん、だからまあ、はい、どうですかね、まあまあ、もう僕はもうここまで来たら、認定うんぬんより取り返すことにもう専念したいって気持ちが最近するので、そうですね、あまり、はい、あの、はい。あの、すみません、続けて質問。まず認定をとは思ってません。はい。はい、はい、はい、あの今特定失踪者の方、まあ、あの公開されている方5名お写真を出してお話もお聞きしたんですが、はい、はい、このコーナーにも特定失踪者のことは多分書かれて出されていると思うんですが、あ、この一番下にあの写真、顔写真が貼ってあります、はい、あ、そうなんですね、この特定失踪者についてのかすかに、はい、知名度というか、そのお客様の認知度っていうのは どんな感じですか。やっぱりご存じない方が多いですか。いや、ちょっと、あ、そうですね、秋田、はい、これ結構秋田の情報を多く上げているんですが、
秋田でもいるのって方はやっぱりいらっしゃいますね。結構多いですね。あ、そうなんですね。そのまあ、はい、特定失踪者っていう言葉以前に、うん、日本人の被害者がこんなにいっぱいいるのっていうレベルですよね。あ、そうですか。なるほど。はい。ちょっとね、うん、お写真切れてますが、こんな感じで下に、はい、秋田の特定失踪者の方をね、貼ってくださってます。大きなお写真で。はい。特定失踪者っていうのがもう本当に知られてないっていうのを、まあ、藤田隆さんからもよく聞いてまして、で、この部分にスポットライトが当たらないと、うん、拉致問題の深刻さっていうのが、その日本の一般の方になかなか伝わらないっていうふうにお話しされてたので、そうですね、拉致の実態が、はい、うん、そうですね、はい、だから海外からもなんで日本がちゃんと数多くの被害者がいることを言わないんだっていう声はあると聞いております。あ、そうなんですね。結構前ですけど、はい、僕も外国の大使館巡りに参加したことがあるんですが、その時は、はい、特定失踪者っていうのがもっとたくさんいますよってことと、はい、もし、北朝鮮にある、あ、北朝鮮に大使館を持ってる国ですね、日本にも大使館があって、はい、だって大使館に拉致被害者が逃げてきたらかくまってねっていうお話をして回ったんですが、ほとんどの国は、はい、まあ、拉致被害者を知らなかったり、知っていても、まあ、政府認定の分だけという方の方がほとんどでしたね。そうですか。なるほど。最近は少しは、まあ、安倍さんも頑張って広がってるとは思うんですけど、はい、はい、本当ですね。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとずつ前進している部分もありますが、ぜひ皆さん、このツイキャスにご参加いただいている方は皆さん知識の高い方が多いんですが、あなたの周りにも特定失踪者の方、知らない方本当に多いと思いますので、ぜひ久しぶりに、ね、会われた親戚の方とか、うん、お友達の方にまあ、お会いされた時に覚えていただいてて、特定失踪者っていうのがたくさんいるんだよと、政府認定の17名だけじゃないよということをお話しくださいね。880名ぐらいいますよね、はい、今日本の警察が、はい、怪しいという方がね、うん、でも先ほどね、松村代表も私がやっぱ届け出が、ね、ない方も多いので、うん、私が何年前かな、10年ぐらい前に、はい、12月の人権週間の後に、で、政府がやった、フォーラムに来た脱北をした工作員のなんか幹部っていうのがいてですね、で、はい、彼と10人ぐらいで食事をするところに混ぜてもらったんですよ、はいはい、スクール会の西岡さんに誘ってもらって、で、まあ、そこでは彼はマスクも外して、はい、はい、お顔出されて、もう言っていいんでしょうね、これね、マスクも外して顔出して話してたんですけども、うん、はいはい、僕は何でも質問していいよって言われたんで、はい、あなたは直接被害者を何人してますか、あ、で、うん、何人ぐらいいると思いますか、はい、って聞いたら、はい、脱北者の方に、私が知ってるので、はい、21人いると、はい、で、同じチームが5つあったから、まあ、5倍すれば100、105とか110とかはいてもおかしくないと思うってことを彼はそう言ってました、ね、うん、でも21人は知ってるっていう段階でも政府認定より多いですよね。そうですね、本当にそうですね、はい、で、まあ、多分蓮池さんや千村さんや曽我さんも、まあ、政府に対しては結構情報も出されてるでしょうから、もうね、向こうにいた方が戻ってこられて話してることですから、ね、認定者よりも多いというのはもう分かってる、ね、まあ、本当のことを蓮池さんが言えるとはちょっと思えないですけど、はい、うん、でも、まあ、蓮池さんまだ自由ではないと思うので、今でも見張られてるし、はい、今彼が本当のことを言える環境にはないので、そこはまああまりなんだろうな、責めれないし信用できないしと、はいはい、だって今だって、ね、まあね、
ね、娘さんとかもいらっしゃるし、した、ね、協力者とか、まあ、工作員が野放しの状態の日本ですから、うん、ねえ、ね、怖いと思いますよ、ね、お元気そうですねって言われただけだって怖いですよね。怖いですよ本当に。実際に24年も5年もね、うん、あの国にいたわけですから、私たちの知らないものをいっぱい知ってるんだと思います、うんね、もう国民皆さん、うん、なので国会処刑とかも見てますからね。はい、で、まあこういう特定失踪者の方をしっかり皆さんに、周知させたいのが、まあこの啓蒙啓発したいのが映画化になるわけですが、総合プロデューサーとして松村さん、はい、恵みへの誓い、あ、はい、なんか映画化の方の話を、はい、はい、移しますが、はい、はい、プロデューサー、はい、それで普段スクールカーアクターの活動をしてるんですが、はい、やはり啓蒙だけでは取り返せないと思いがあって、ちょっと東京の、はい、方と一緒にやったりもする中で、この映画に関しては実は、はい、スクーカーやきたに増谷さんって方がいらしてですね、で、はい、彼が上島さん、産経の月刊正論の元ですね、はい、編集長のと仲が、まあ、はい、お付き合いがあって、はい、で、はい、上島さんの奥さんが田口八重子さん役で出てたんですよ、政府、はい、この認定の恵みを誓いという演劇に、はい、ね、はい、されていらっしゃいますね、はい、やってる、そうですね、これまず演劇があって、はい、政府がお金を出して、やってる演劇なんですが、これはそんなご縁があったもんですから、はい、結構秋田で数多く上演をしてまして、もう去年までで4回やりました。はい、はい、でそんな中で、はい、私も最初演劇なんかちょっとふざけてるかなって、こういうもんだよっていうちょっと気持ちもあったんですが、あ、そうですか、まあと思って、はい、はい、はい、見てみたら最初は、うん、すごいんですね、なんだろう、例えば本当講演会で我々がなんか話をしても、ああそんなこともあるんだ、うん、へーっていう感じだし、うん、で家族の方がお話しされると、ああかわいそうだねって、はい、なんですけども、演劇はですね、はい、本当に向こうにいる被害者に気持ちがいくんですね。こう、だから、ああめぐみちゃんがあそこで苦しんでいるのに見殺しにしていいのかとかね、田口八重子さんそうだよねって辛いよねとかね、あとは北朝鮮の人民の方々も描かれてますから、本当にもうなんだろう、涙が出るを超えて吐き気がするような世界もあるんです、はい、ではい、さらに見に来る方が集会には来ない、幅広い方が集まる、もう女性から若いお子さんから、はい、まあ本当に幅広く集まってくれるので、はい、今残念ながら日本って国は世論がないと交渉すらできないって本気で国会議員さんに言われちゃう国ですので、であれば世論を作るにはこういった手を使ってでもみんなに分かってもらわなきゃいけないし、うん、でこれが海外に広められれば、まあ、逆にトランプさんだったりね、別の国の方々にも伝えることができて、はい、それでしか残念ながら今日本では自分たちの力で被害者を取り返す術がないというふうに感じまして、はい、まあ、そんな時に、まあ、そんなんで4回上演会をやるように、まあ、誘致を頑張ったんですが、はい、そんな中で監督から映画を作りたいんだけどってお話をいただいて、うん、じゃあ本当に我々も秋田のメンバーも頑張るってことで、結構補給人にいっぱい秋田メンバーが入ってます。で、はい、私がプロデューサーというのは本当に、まあ、取ってつけたような話で、まあ、最後やってる中で、なんか飲んでる時にですね、監督に言われてわけもなくとりあえず何でもやりますとか言っただけっていうか、なんで、はい、よう分かりませんが、ただこの映画を絶対成功しなきゃと言った以上は、うん、絶対に成功しないと逆に相手の思うツボなんで、今そういう思いで、はい、一生懸命やろうというところです。はい、ありがとうございます。はい、ぜひそんな、なんですね、なんとか、うん、すいません、でこの映画、要は国がお金を払うと日本では、上演が
できないと、一般劇場で、はい、一般の映画というので民間でお金を出したいと、はいはいはい、それで、はい、民間でお金を集めたいと、でまあいろんなところにもお願いをしますが、逆にですねこれだけ多くの方が映画に賛同してるっていうことも、はい、映画の大変な意味になるので、エンドロールに2000円以上の寄付の方は全員まあ、ご希望される方はお名前を出そうと思ってますので、はい、ぜひ多くの方にこの支援を広げていただきたいと。今日はまあそんなこともあって、僕みたいなやつがここに座らせてもらってます。いやいやとんでもないです、はい、はい、ご光栄です、ありがとうございます、はい、今聞いていただいた通りに民間の力で映画化をしたいと、はい、めぐみへの誓い奪還、舞台も本当に素晴らしい、実際にたくさんの方の心を動かしてきました。でそれを世界に、日本中にということで映画化する、プロジェクトが始動しております。で2000円からエンドロールの方にお名前を出させていただきますので、たくさんの名前がずらーっともうですね、はい、何十分も続くぐらいエンドロールが続きますと、これもしっかり圧力になると思います。日本人がこれだけ怒っていると、はい、あと、はい、はい、10万円以上でしたら、はい、いや1万円以上か、では法人名も出せますんで、まあ、宣伝広告というような形で処理をしていただいても、はい、結構ですので、で、はい、大口の方はもうタイアップとかいろんなもの、すいません、切れました、ごめんなさい、切れました、すいませんでした、画像を選んでたら切れました。松村さん帰ってきてください、すいません、もう一回コラボ、安倍さんサポートしてもらっていいですか。はい、すいません、ちょっとね画像の切り替えをするとたまに切れます、すいません。で大丈夫ですか皆さん。はい、お帰りください。はい、皆さんまだもうちょっとだけお付き合いください。松村さんすいません、コラボ切れました、書いた方がいいですかね、もう一度お願いします。チートお願いいたしますと、はい、あ、来ました、すいませんでした、あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ああ、よかったです。すいませんでした。あ、すいません。はい、ごめんなさい。資金提供サポーターの方の画像に変えようとすると、はい、はい、申し訳ないです。ちょっと配信が切れました。申し訳ないです。今入ってる。はい、皆さん。あ、すいません。お帰りなさい。たくさん書いてくださいました。はい、ありがとうございます。いや、これが肝心なところで、はい。はい、なんで、はい、まあ、エンドロールに、ね、お名前表記させていただきます。大きさはちょっと変わりますが、はい。はい、でやはり法人の方はやっぱり経費云々ってあると思うんですね、会社を使って出される方は、ね、はい、でやっぱり額によって名前が出るだけじゃっていうのもあると思うんで、額が高額になった場合は、はい、タイアップになったりとか、なんかこう商品が映画で出てくるとか、はい、いろんな方法がたくさんいくらでも考えてますので、はい、本当に皆さんにちょっとずつ、はい、本当に無理をしていただけるんであれば、無理もお願いしたいと思ってます、はい、サポーターになっていただける方々に、はい、ちょっとでも喜んでいただけることをまだまだ考えておりますので、ぜひはい、2000円で2口3口も大丈夫です、 OK です、はい、はい、そうです、2口とか3口も、はい、まだまだ、はい、大丈夫です、サポーターのねご寄付、はい、何口でもありがたいです、よろしくお願いします、はい、ありがたいです、すいません本当に、はい、そうですね、上島先生が20日の虎ノ門ニュースに出演されるようなので、あ、そうですね、はい、このお話していただけたらありがたいですね、はい、で、はい、ありがとうございます、救う会埼玉の竹本会長が今書いてくださいました、新年号救う会埼玉通信、発送先1000人に映画のチラシを同封し協力を求めようと思います、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、
スクーカイ埼玉さんの通信はですね、いろんな議員さんのところにも送られてきますので、ありがとうございます。埼玉はすごいんですよ、はい、こういうふうに全国の中でも本当にすごく活動されている。本当にね、はい、でそうですそうです、やってる内容もね、頑張ってくださってますので、はい、竹本さん会社辞めちゃいましたからね、これやるために。はい、そうですね、ね、会社辞めちゃってね、はい、自分の時間が惜しいからって言ってですね、もうこの方はもうちょっと気合も入っていてっていうか、すごい本当にもう、まあ、活動のしやすい部署に変わられたということなんです。はい、いや違いますよ、会社も辞めたりしてるんですよ、この人。本当にあまり言っちゃいけないと。あ、はい、いや、どうでしょう。はい、いや、でもいえいえ、まあ、実際に竹本代表に出ていただいたときに、はい、お話もいただきましたが、うん、もう奥様も本当にご理解のある方で、はい、収入もね、変わられるのに活動を、まあ、重視されたんです。はい、うん、ね、本当です。本当に私はもう、はい、そう、竹本さんは頭下がるなと思ったんですけど、うん、はい、こういう方がいらっしゃいます、皆さん、はい、なんとかね、なかなか皆さんもそれぞれ、ご自身のことで大変だと思うんですが、少しだけお力添えいただけれたらありがたいです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、国民運動に今は本当になんとかこの映画をですね、本当に国民運動にしたいんです。はい、ですね、はい、ぜひお力添えよろしくお願いします。恵みへの誓い、大きなスポンサーになる方とか、はい、すみません、いらっしゃったらどこでも参上しますので、ユーランドのホームページとか私のフェイスブックに書き込んでいただいても結構なので、まあ、私が言ってもどうしようかなとも多いと思うので、それも監督に言っていただくなり、本当にきちっと頑張りますので、その情報でもあそこのあの人は行けるよとかでも結構なんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。で、まあ、いろんな方が映画化をなんとか、実現させようということで、はい、まあ、チラシも、まあ、このね、スクカイ秋田の横にいらっしゃる安倍さんが作ってくださったりですね、はい、よろしくお願いします。安倍さんさっきからいないんですよ。これが安倍さん、あ、逃げましたか。そうですか。それではさっきからいないんですよ。安倍さん、いないですか。だからね、俺は反応ができなかったんですけど。いないですか。あ、帰ってきました。あ、そうですか、わかりました。なんかね、ちょっとじゃあ安倍さんのところ変わりますね。はい、今日ね、はい、はい、スクーカーの安倍さんって方がいて、はい、この映画のホームページからチラシから作ったりですよね、いろんな活動を頑張ってる方なんです。そうなんです、はい、ちょっと変わります。はい、変わります。ぜひ、はい、お声を出していただきたいと思います。安倍さん、これギャップがあって分かんないね。どこで言っていいか。どうも、聞こえる？どうも、聞こえてますか？お世話になってます。なんだかもう、こちらこそ。なんか安倍さん、お話上手なんだから。はい、いえ、そんなことないですよ。今日は松村さんがいつもと違うんで。全然違わない俺。いつもと違うよ、全然。よろしくお願いします。どこで入ってたか。はい、はい、ぶっちゃけで、ぶっちゃけトークしてください、はい、皆さん今から私が出すコメントに、チャンネル登録お願いします。はい、こちらです。はい、こちらの YouTube チャンネル登録お願いいたします。はい、映画化のね、専属のチャンネルになっております。 YouTube チャンネル、あ、そうです、ね、登録よろしくお願いします。そうです、はい、はい、お願いします。いろいろやりますんで、はい、安倍ちゃんと野草会のコメントで、安倍ちゃんと、はい、お声かかってます。うわ、安倍さん、ね、大変でしたね、チラシ何回もありがとうございました。いやいやいや、監督と松村さんの、ま、なんかね、うん、お忙しい日々だったと思うんですが、ね、まだまだ多分続きますが、はい、長いの書いちゃったらね、バンバン消されましてね、かなりへこみましたね、私はね。はい、はい、皆さんのご意見も取り入れて、ちょっとでもいいものをというふうに作っていきたいとこれからも思っておりますので、はい、応援だけじゃなくね、厳しいご意見もいただくのもありがたいです。はい、チラシこういうふうにされたらどうですかとか、もしいいアイデアがあったらどんどん、お願いします。
はい、あ、チャンネル登録ありがとうございます、まいちごさん。はい、皆さんよろしくお願いします。もう一度ありますので、チャンネル登録してください。よろしくお願いします。桂木奈美さんがね、ちょうどあの動画があるんですけど、それが今日のゲストの松村さんのホテルの、拉致問題の啓発コーナーの前で撮影されたものです。はい、そんな風にこれがそうなんだなみたいに見ていただきながら、よかったらご覧ください。はい、ありがとうございます。はい、登録ありがとうございます。はい、でまたホームページの方もぜひチェックしてください。ちょっとホームページの URL、はい、よかったら月さん、はいはい、貼ってください。はい、お願いします。安倍さん、ちょっと一人語りぜひ、はい、お願いします。皆さんに呼びかけを、とにかく拡散お願いします。そしてそうですね、はい、ちょっと言いたかったのはね、ですね、月さんがね、いろんな人にアンケートを取ってもらったんですね。本当にチラシがどういうふうになったらいいのかとかっていうことをやっていただいて、はい、そしたら、僕が一番先に考えたやつが完璧に完全に否定されましてですね、僕ほとんど傷だらけでした。でもですね、そのおかげで、いやでもね、はい、そのおかげでもうその後からもう松村さんと監督の攻撃がすごくてですね、私はもっとこう傷つけた、はい、られたんですけど、おかげさまで今のが最高の出来になってますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、松村さんがね、まだまだだと言ってますんで、これからまたいろんなところを消されたり、いろいろ、はい、もっと上、もっと上を目指していきたいと思います。あ、登録ありがとうございます。はい、傷ついてもタフなので、安倍さんはへこたれません。はい、もちろんね、こき使われてるわけです。はい、儲けだしはい。でも、このね、映画化なんとか、成し遂げたいということで熱い思いで、こき使われながらも本当に頑張ってくださってますので、ぜひ皆さん、厳しいご意見どしどしと、はい、ちょっとでもいいものということで、はい、皆さんの力で、支えてください。よろしくお願いします。はい、より良いものをね、作っていきましょう。みんなの力で成し遂げましょう。はい、もうね、快感になってきてますよ、はい、最近もう、ボロボロになるのが。はい、あ、いやいやいや、安倍さんはそんなボロボロになるような弱っちいタイプじゃないので大丈夫です。はい、あ、寄付の締め切りはいつですかという質問がありましたが、締め切りはまだだいぶ先です。いつまでというのは、集まり次第どんどん取っていきたいということですね。できるだけ早くお願いします。そうですね、はい、もういつまでというのはありませんが、ありませんというか、特に決めておりませんが、はい、今一応来年の夏まででには集めたいと思ってます。はい、はい、で必ず映画化ということを、もちろんです、頑張っていきたいと思ってますので、はい、皆さんのお力添えをよろしくお願いします。そうですよ、見た目怖いですけどって書かれてますね、安倍さん。安倍さんの見た目も怖い。いや、私はね、優しいなと思ったんですけど、目がね、優しいです。いやいや、はい。あ、今、野口監督が最終8月ですと。はい。夏にはね、間違いなく、クランクインしたいと思っております。はい、会見の方があると思いますので、ぜひお力添えください。安倍さん、最後に皆さんにしっかりお願いを。はい、それはもう私何でもやりますんで、皆さんもう私をもっといじめてください。はい、はい、どんどんいいもの作りますよ。いじめてほしいそうだこんなこと言ったらまた怒られるかな、はい、いえいえ、ビシビシと、はい、言ってください、皆さん。なんて言うんでしょう、批判はちょっと、
なかなか厳しいですが、ご意見ということで、いやいや、貴重なご意見はたくさん、皆さんに聞いていいものを、ちょっとでもいいものをということでやっていきたいと思ってます。あ、れいこさん、はい、それでは皆さん、スクー会秋田の、はい、松村さん、阿部さんと松村さんに、まあ、映画化のことを含め、これからね、活動を続けてこられた、はい、松村さんと阿部さんに、ご質問があればよろしくお願いします。あ、質問、映画に関わることでも大丈夫です。はい、活動に関わることでも大丈夫です。はい、トップバッターは私がいいですか。松村さん、はい、阿部さん、いいですか。はい、率直に言います。あ、いいですよ。はい、いいですよ。署名活動などで、はい、いいですか、はい、もう言っちゃいますが、はい、はい、これは松村さんともお話ししましたが、うん、いろんな方に、なんていうんですかね、街頭でお願いをされるときに、なんかこう心がもやもやすると、お願いしますという言葉に、というふうに松村さんがおっしゃったことがあるんですが、いいですか。これ私が答える。あ、はい、聞こえますか。はい、聞こえます。松村、はい、あ、そうですね、街頭で、はい、なんだろう、よろしくお願いしますとか、よく署名とか、いうときにお願いしたりとか、ビラチラシを配るときにお願いしますっていう、ケースが多いんですけども、はい、いつもなんか違和感を感じていてですね、はい、なんで僕がお願いをするのかと、まあ、みんながやることですし、うん、またやってくれた、はい、くれたからといって私がありがとうというのもなんか大変おこがましいというか、うんうん、なんで俺がお礼言うのみたいな、うんうんうん、本当に非常に不思議な気持ちにいつもなりますね。本来ね、みんながやる話で、はいはい、私がお願いをする立場でもないし、私ごときがお礼を言う立場でもないし、うんうん、っていうのは本当に不思議だなと思いながらやってます。これはやってる人間が特別でもなく、お願いすることでもなく、うん、もうみんなでやるべき国民運動でしょうっていうことなんですよね。ですね、そういうのとね、あと、はい、家族の方がまあせめてね、うん、ありがとうっていうのは分かる、それも違うのかな、はい、なんか私がありがとうっていうのは非常にまた違うかなっていうのも思って、一緒に頑張りましょうって言いたく、うんうん、なんだろう、どっちにもね、ですかね、はい、この辺の感覚がなんか日本が今できてないことなのかなというふうに思いますね。なんで民間人がこんなことをお願いしないと、うん、だってそもそも拉致っていうのは犯罪ですから、例えば日本で誘拐されて監禁されたら、はい、被害者は何も言わなくても助けてくれるし、助けに行くだろうし、ですよね、家族が国に頼む話じゃないですよね、お願いしますっていうのを、はい、非常にその辺が、なぜ家族がやって頭を下げてお願いをして回って、周りが頑張ってくださいっていうかとか、うん、それを支援する人たちがこうやっているかとかっていうのは本当に、よくわからないというのが、いつも感じるところです。はい、はいはい、よくわかります。うん、家族が国に頭を下げたり、国民に頭を下げるのも本当におかしいですしね。うん、竹本会長から質問が来ました。はい、学校教育の取り組みについてはどうされていらっしゃいますかと。はい、どういうふうに感じていらっしゃいますかっていうことも含めて、はい、はい、竹本さんから資料いっぱいいただいてですね、で秋田でも、あ、はい、おととしから学校ので授業を我々が やらせてもらって、数は少ないんですけども、今月もありがとうございます。それこそ はい、藤田隆さんに秋田に来ていただいて、中学校の学生200人ぐらいの前で授業をしてもらいます。はい、やっと県主催になりました。はい、今まではスクーカー秋田がやってましたけど、それ以外に今年は県主催になったと。はい、はい、そうですね、最初はスクーカー秋田が、はい、うん、そうですね、あとはポスターを県庁で、秋田版のものを作ってもらっていて、
それを全中、はい、小中高に貼ってもらってます。あ、全小中高にですか？はい、はい、全部貼ってありますね。すごいですね。あ、そうですか。秋田は、はい、カリキュラムにも、そうですか、教育指導要項にも入ってるんですけども、はい、逆にその他授業に関しては全然進んでません。教育委員会から、いやでもね、皆さん本当にはい、拍手と素晴らしいと、はい、コメントが来てます。そうですか。あ、なんか嬉しいです。でまた秋田ではそういうことになってるってことを、私は神戸なんですけど訴えていきたいと思います。はい、皆さん秋田こうなってますよ、小中高、うん、はい、いや拍手来てます。はい、ありがとうございます。はい、あ、そうですか、嬉しいですね。でまた藤田隆さんの、はい、お話もね生で聞いてもらうのもいいですね。うん、秋田はですね、スクーカイって1個じゃなくて、はい、スクーカイ秋田、はい、例えば秋田地区とか男鹿地区とか地区が分かれて活動していて、はい、その地域地域のやり方で やってるんですね、はい、でこの学校に関しても男鹿地区の方々がその学校の先生とか校長とパイプがあったり、あと男鹿の教育委員会の委員長が新潟の大学出身でめぐみさんのの頃いたとかですね、いろいろわけもあって、あ、いくつかの学校がポスターをちゃんと貼ってくれて、はい、でそれを産経さんが記事にしてくれてですね、そしたら、まあ、変な話広がったということでした。ですから、まあ、なるほど、誰かが壁を壊せばですね、はい、結構進みやすかったり、あとメディアの力も反転的に大きかったです、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、ね、嬉しいですね、はい、もう国民運動にちゃんと秋田はね旗振りやってくださってます、ありがとうございます、はい、ね、長く活動されてて、しっかり功績もね残されていらっしゃいますね。皆さんいろんな質問も、でも秋田もあともっと授業、はい、授業を増やしたいですね、うん、はい、そうですね、はい、あ、ありがとうございます。野草会11月20日ですね、富山県民会館にて公演を行います。明後日です。はい、演劇はいいですよ。まだ少々席もあるようなのです。はいはいはい、あ、すいません、どうぞどうぞ。はい、去年横手市で、はい、演劇やった時は440名ですか、はい、中学生が集まってくれて、はい、感激をしてもらいました。普通の集会とかよりも本当に伝わりますし、はい、学生とかは感受性も豊かなの で、 そうです、ね、決して本当に悪い意味じゃなくて、うん、ちゃんと今世界の現実を感じてくれるし、問題意識を持ってもらえますし、はいはい、これからまだ野草会さん、はい、公演続くと思うので、ぜひそこにも見に行ってほしいし、できれば地元の学校にも声かけてほしいし、はい、はい、そうです、横手焼きそばですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですね、横手焼きそばで有名ですね、これはちょっと読むだけ読みます。月さんから、前に聞いた気がするんですけど、ぜひ、野田聖子さんの話をこれはできますか？野田聖子、やめときますか？ですね、いいですか？はい、結構前ですね、はい、野田さんが、はい、あ、そうだ、はい、ぶっちゃけますよ皆さん、うん、小泉さんの、はい、の頃ですよ、解散、はい、あったじゃないですか、はい、郵政解散、頃に入りました、僕は入りました、はい、カジノの誘致運動をやってまして、で確かカジノの議連の会長が野田聖子さんで、はい、その時にですね、秋田で全国大会やろうっていうのに、うんうん、野田さんがその急に来ないって言い出したんですね、秋田に。あ、言ってたのに来ないと、まあ、はい、うん、で、まあ、あの子だって、はい、でまあ事務所行ったわけですよ、確か野田事務所に、はい、で行ったら、はい、僕がブルーリボンバッジをつけてたらですね、まあいろんな話になった時に彼女が、はい、
あ、はい、ごめんなさい、その時はさ、その後に安倍さんの時だ、第一次安倍政権かな、はい、の時にあったんだ。その時に、はい、安倍さんは拉致で総理になって拉致で落ちるのよって言うんですね。で、めぐみちゃんの骨はあれは本物よとって言うんですよ。で、挙句の果てに、で、家族はそうだ、何があっても絶対満足しないんだからって言うんで、私がいやそんなことはないですよ、どんな事件でも、うん、で、事実を知りたいって家族の方は言うじゃないですかと。もし仮に亡くなっているんであれば、どういう状況でどうしてかとかね、ちゃんと分かれば、まあ納得はしなくても理解はするしっていうようなことを申し上げたら、うんうん、彼女がだったら私が、はい、北朝鮮行って金正日を色仕掛けで口説いて何とかしちゃうかしら、色仕掛けで口説いちゃうかしらとか何か言ったのかな、本当このバカ女と思いまして、ただそのカジノのお願いに行ってましたから、はい、で喧嘩もしなかったですけど、でもまあ、はい、本当に それは事実ですね。あれはめぐみちゃんの骨は本物よといった話と、安倍さんは拉致で受かって拉致で通りになって拉致で落ちる、はい、全部はっきり言いましたね。はい、これは目の前で松村さんが事務所で野田さん本人と、はい、僕と秋田のメンバーもう一人と、はい、某国会議員の秘書と野田さんの秘書と確か5人ぐらいしかいなかったんですけど、彼女の国会議員会館のお部屋の中です。あんなの総理大臣なんかね、ふざけんなですよ、ありえない。本当ですよね、はい、まあ、噂以上ですね、はい、皆さん、しっかり覚えててください、はい、これはね、デマでもないです、誹謗中傷でもないです、事実を今松村さんお話ししていただきました。はい、次の選挙でね、はい、もう落ちていただきましょう。そうですね、ぜひ。ああいう方はもう、はい、覚えておいてください。本当に人前で、はい、お願いします。はい、ぶっちゃけていただきました。はい、あとなんか前言ったことがあって、今言ってお仕事があれば何でも申し上げますので、はい、いいですか。前言ったこと、いやもうその野田聖子さんの話聞いた時ね、あとびっくりしましたよ、本当に。ね、安倍さんが拉致で受かって拉致で落ちるのよと、はい、で、まあ、めぐみさんの骨は本物よって、何を言ってるんだって話なんですけど、ね、国会議員バッジつけてるんですよ皆さん。またね、自民党ですよ、で、まあ、自民党もいろいろですね。デモの話も、はい、デモってなんだ、あ、みんなにも伝えますと竹本さんが、はい、伝えてください。はい、はいはい、デモの話って何でしょうね、何でしょう、なんだ、もうちょっと詳しく、はい、はい、ねえ、デモの話って何でしょうね、すいません、ちょっとだけコメント待ちますが、在徳のデモ、あ、在徳会前、言いにくかったらいいですよ。いや、いいですよ、はい、多分前、はい、救う会と家族会と、確か、はい、拉致リレーで、はい、デモをしたことがあったんですよね、はい、その時に、はいはい、在徳会の方が混ざってて、うん、混ざってて、はい、その朝鮮人は死ねとか帰れとか、はい、東京湾に沈めるとか叫んだ時があったんですよ、ことがあったんですよ。で、それを僕は参加をしていて、はい、まあ、勝手な行動ですね、うん、ですね、はい、で、救う会のメンバーだったんですよね。なんで質問状を出したんですね、はい、その全国協議会とかにね、誰があれを入れたんだと、はい、で、なんで止めなかったんだとっていうような話を質問したんですけど、その質問文章が流出して、はい、で、流出したら質問したのが確か神奈川の救う会と福岡と秋田ともう一箇所どっかと4箇所で連名で出したんですけど、だから神奈川と福岡には、はい、在特会から
こう脅しが言ってですね、で謝れと脅しがで、はい、謝れと謝罪要求ですか。うちにはあのこう手紙が、手紙が来てですね、なんかこうあどこだ書いた手紙が来たんで、はい、私はまあ反論文書を書いて、はい、いやいやと別にあんたたちに今は何もしてませんよと、はい、今我々は主催者に対して事実確認をしているところですと、なんでこうなったかね、うんうんうん、だからまだ別にあんたたちに文句は言ってませんよと、はい、現状は。ただああいうところでああいうことを叫ぶのはおかしいし、逆にね、そのなぜ参加をしたのか全部教えてよと、そしたらあの正式にあなたたちにね、はい、あの抗議するなりするからってことを僕もお手紙を返したら、はい、僕のところだけにはなんか嫌がらせが来なかったんで、はい、っていう話ですかね。あ、そうですか、はい、なるほど。だから在特会 の, あの代表の方でしたっけ、はい、あのすごい立派な方だと思うんですが、ただ ああいうことしちゃうとですね、やっぱり僕たちも喧嘩の仕方は気をつけないと、やっぱり言っちゃいけないこととやっちゃいけないことを、ね、やっぱり多少あの頻度、僕もまあ言葉が汚い方ですけども、それでも多少こう、品位は持った方がいいなとか、やっぱあの時のデモは良くなかったですね。先頭を横田さんとかがみんな横、うんうんうん、あの歩いた時に真ん中あたりですね、ぶち殺すとかね、あれはあかんですね。そうですね、まあそれは、うん、まあ、三浦先生からもお聞きしてますけど、うん、あの茂さん悔しくて泣かれたそうなので、うんうんうん、やっぱりその支援の仕方もね、やっぱりこう、そうですよ、うん、民族対立を煽るようなやり方はね、うん、やっぱりですね、支援にならなくなってしまうので、はい、はいはい、そういうことなんです皆さんね。うん、はい、まあ、在特会にもね、あの全て否定はしませんが、あの間違いだったところがあったんじゃないかというお話でした。あの鶴岡神奈川の川添さんも、はい、うん、当時は僕なんかよく一緒に行動してたし、あの決して全部を否定する男じゃないんですよ、はい、ただ今はまるっきりこう、はい、ちょっとこうあまりにもこうちょっと離れちゃってですね、ちょっと言ってる 今の彼の発言とは僕は全く、うんうんうん、あの何もないですけども、あの頃は本当に、はい、あのよく一緒に、それこそあのいくつもの日本にある外国の大使館を回って、うん、北朝鮮にある大使館にもし日本人なり、はい、別の国の被害者が行ったらかくまってくださいとか、うん、特定捜査っていうのがいるんですよって話を一生懸命やったのは、はい、あの川添君ですから、はい、あの全部彼の活動を否定するのはかわいそう、はい、ただ今ちょっとね、あのおかしいなと思いますけど、そうですね、うん、はい、はいはい、そうです。まあ、あの先ほどの安倍さんのチラシじゃないですけど、みんなでね、やっぱりここはダメだと思うときはやっぱり注意し合ったり、なんていうんですかね、自分で反省も込めて、活動でもなるべくこうみんながしっかり認めて、いろんな人が参加しやすい形になるように高め合っていけたらいいなというふうに松村さんも思われてのことだったと思います。はい、松村さんまっすぐですね、本当にありがとうございます。いやいや、僕はまっすぐっていうか、はい、周りに曲がった方がちょっと少しいるっていう、うん、あのはい横にいる安倍さんは僕より怖い、はい、怖いじゃないですか。そうですね、あの松村さんにブレーキをかけてもらえるのを分かってるようなんですが、ブレーキやがりですか、はい、安倍さんは、はい、そうですね、はい、で、まあ、安倍さんが代わりに言うと松村さんもちょっとスッとしませんか。そんなとこはないですか。うん、すっとなんですかね、すっとはしませんけど、はい、言ってることはまともなことは多いので、おろおろしますか、はいはい、ただちょっと、はい、安倍さんも時たま言葉遣いが荒いので、はい、以前ですね、盛んですから、私がちょっと選挙にとかで出たことがあったんですね、はい、その時に安倍さんに書かれると、はいはい、あのクレームが増した事件とかあってですね。はい、はい、そう、以前あんまりこう、そうですか、はい、いや、あの議員になりたいっていうよりはあんまりこう嘘ばっかつくやつが多いって頭切ってちゃったことが一度あってですね、うん、ちょっとこう、はい、その時に安倍さんが手伝ってくれたんですけど、うん、もう安倍さんちょっとやばいねって、はい、はい、何の話でしょう。はい、まあ、銀に熱い方ね、情に熱い方ね、血の気も多いんです。はい、はい、ね、それだけ情熱が熱いということで、はい、ありがとうございます、はい、
ジムラさん、阿部さん、疲れてませんか？ありがとうございます。はい、長くたくさんお話をしていただきました。もう野田聖子さんの話もね、ぶっちゃけていただきました。いやでもあれは本当に本当なので、はい、皆さん、彼は、彼女は本当に本当のことなので、はい、絶対ダメですよ、あの人。はい、スクー会議、秋田のね、松村さんに聞いたよということで、はい、はい、どっかでね、広めていただけたらと思います。当時僕はあの、はい、イーストベガス推進協議会の副会長という立場でそこに行ってました。あ、そうなんですね。はい、はい、その確かその、はい、そういう肩書きを持って、はい、もう、はい、あの救う会秋田に追いつけ追い越せ頑張りたいと思います、みんなで。はい、でまた今これ信首相監督と松村さんのツーショットお写真ですが、はい、皆さん映画の方、ぜひあの力添えよろしくお願いいたします。松村さん、長い時間お疲れ様でした。いやいや、はい、最後に松村さんと阿部さんのお声聞いて終わりたいと思います。はい、なんとか映画ご支援よろしくお願いします。はい、映画の支援をよろしくお願いします。阿部さん、はい、俺ですか。阿部さんも、はい、はい、はい、映画の支援は本当にお願いいたします、はい、あともう一つ言いたいのはね、この人と組んでると面白いんですよ、はい、この松村さんって。ね、はい、いや、拉致は北だけじゃないかもしれないけど、あの我々がやってるのは北に誘拐された日本人を助ける運動を今やってるので、上原さん、あの、はい、そういうことですよ。別の国にあればそれも助けなきゃいけないけど、はい、我々は今北朝鮮にやられちゃった日本人を助ける運動をしてます。よろしいでしょうか。はい、そうだね、上原さん、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか、うん、はい、そう、上原先という人が書いてるのね。はい、今見てます、上原さん。はい、うん、あ、拉致は北朝鮮だけなのかと。はい、なるほど、うん、うん、上原さんかな、うん、いや、そうじゃないよ。まあ、たくさんあると、たくさんあると思いますよ、よろしいか、うん、ね、何か、ちょっと何かこう思いがあって上原さんコメント書かれたと思うんですけど、僕は言えば、あの北朝鮮にいらっしゃられた日本人を救出する会ですよ。そうですね、お待ちします。はい、はい、はい、南朝鮮の拉致がないと言い切れるのかねと。南朝鮮の拉致がないと言い切れるのかね、はい、いや、あるでしょ。あ、うん、あ、南朝鮮の人たちから日本人が拉致されたってことがないというのが言い切れる。それはそれであったのと、北朝鮮の拉致被害者を助けるのと違う、なんかあるんですか。意味が今からよくわからないですけど、南朝鮮の拉致があったら何なんですか。上原さん、これどういう意味、うん、教えてください。あ、上原さん、これどういう意味。要は、うん、もしやってれば韓国、いやいや、ソウルじゃないと思うんですよ、月さん。やんなきゃならないこと、韓国側も日本人を拉致したんじゃないのかっていうことなんでしょうね、うん、多分書かれてる意味が。まあでもね、それと北がやったことがどうのこうのは全く別の話じゃないですかね、上原さん、違いますかね、うん、あ、シェリーさん、シェリーさんさ、はい、シェリーさん、はい、はい、はい、ごめんなさい、ラグがあるようです。ああ、統一教会とかね。ああ、そういうことさ。でもそのことと、上原さんってさ、これ連絡つくんだ、うん、あ、分かんないけど、北、悪いのは北だけじゃないって言ってるのかな、うん、
北と南の立ち分けをしすぎなのでしょう。でもね、上原さん、あのね、やっぱりね、選挙のできる国と、まあね、韓国というね、あのそれとね、キム王朝っていう独裁政権とはまたね、さすがに違うと思いますよ。本当は、本当は北がやっていなくて韓国がやってるっていう。北朝鮮をね、擁護されたいんですかね、いかがでしょうけど。コラボしたらいい。あ、上がってこられ、あ、コラボ2位なんです、すいません監督。今あの上がっていただいてる上原さんさ、このあの松村さん、うん、ここ出てきてよ。あの南のことは南のこととして、いや、ごめんなさい、設定が一人しかコラボできない状態なんですよ、すいません。うん、あのその韓国の問題は韓国の問題でちゃんと やる当然ですよね。だから北のことはいいっていう話にはならない、はいはい、うんうんうん、そうですねと私は思います。はい、はい、わかりました、ありがとうございました。そうですね、ちょっと上原さんのコメントまたあの引き続きあの、うん、よかったらコメントください。はい、見てますので。はい、お願いします。はい、松村さん、安倍さん、お疲れ様でした。どうもすいません、ありがとうございます鷲見さん、映画よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、お疲れ様でした。あ、はい、どうもです、上原さん、貴重なお話 ね、たくさん聞けました。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、皆さん拍手。レイコさん、ありがとうございます。ありがとう。はい。はい、お疲れ様でした。ごめんなさい、ちょっとね、パソコンと、まあ、電波状況だったのか、ちょっと私と松村さんのラグもだいぶあったようです、すいませんでした。はい、はい、お疲れ様でした。これでだね、うん、安倍さん、切り方わかりますか、コラボの。安倍さん、切り方わかりますか。ライブというところをクリックしていただくと終われます。はい、コラボの切り方終了でいいのかな。はい、ライブ、ライブ、お疲れ様でした。あ、はい、ありがとうございました。はい、またね、後ほどお礼を、はい、お伝えしたいと思います。ねえ、まあ、あ、なるほどね、カラスさんね、おっしゃること分かります。もうね、今あれだけね、親睦派がね、力つけてますもんね。あったでしょうね、韓国の方からの協力者というのもね、まあ、実際に日本でも日教組とかね、共産党とかね、協力してきてますからね。すいませんでした、今日なんかね、ラグも結構あったようです。で、またあのコメントのなんかこう、すいません、短い文章で読み取れる部分と読み取れない部分ともあって、すいませんでした。はい、それではちょっとだけお知らせですね。はい、月さん、運営の月さんも書かれてますが、横浜の工作船資料館の方に、昨日月さんが行かれまして撮ってこられたお写真なんですが、見えますか。はい、これでね、あの大きな工作船がドーンとあるんですよ、資料館の中に。で、最後、その工作船を見たあと、この階段降りてたところになかったものができました。はい、日本人拉致問題の、はい、パネルというかですね、こういうこれだけ記述が増えました。パンフレットも、6カ国語に対応されて置かれています。やっと叶いました。はい、で、まあ、このツイキャスに出ていただいた山岡哲秀さんが、これおかしいだろうということで、はい、山谷恵理子先生の方にですね、
お願いをしてくださいまして、加藤健さんの、ご紹介含め、加藤健さん、山岡哲秀さんで、見えますか皆さん、はい、こういう感じでパンフレットが、山谷恵理子先生のおかげなんですね。これね、前進だと思います。本当に拉致問題でこういうことが動くっていうのが、まあ、これだけね、拉致被害者の認定がされないぐらいですから、これは本当に何て言うんでしょう、大きなことなんですよ。本当になかなか叶わないことでして、で、ぜひ行かれる方いらっしゃいましたら、自分の目でご覧になってきてください。はい、拉致対策本部というふうにこういうふうに書かれています。パネルがありますね。はい、日本人拉致問題の解決に向けてと、で、年表があったり、まあ、こういうふうに取り組んできましたということを、ありまして、で、このね、耕作選手資料館を、まあ、ご覧になった方が最後にこうやって、まあ、後ろ姿だから大丈夫だと思うんですが、実際に読まれているのを見て、月さんはですね、やっぱり込み上げるものがありまして、慌ててサングラスをかけたということです。はい、もうその気持ちがね、すごくわかるんですよ。で、このね、耕作選資料館、ぜひ横浜に行かれることがありましたらお立ち寄りください。で、後ろに観音扉がありまして、ね、そこから小舟とかをこう出し入れするようになってまして、日本人拉致に使われたものと同等というふうに言っても間違いないんですが、まあ、この船が使われたかどうか分かりませんが、これね、後ろから見たこの船です。で、これ観音扉の半分が開いてる状態がこういうふうになってます。こういうふうにね、船底が見えるわけです。で、ここでね、にっこり笑ってピースしてる女の子が写真を撮ってるのを見て、日本人拉致の技術がないばっかりにというふうに悔し泣き、月さんはしてるんですね、一回ね。はい。そうなんです。海上保安庁はね、ここにやっぱり技術をつけるというのを、なかなか難しいということで、なかなかそれが叶わなかったんですが、まあ、この度、山谷恵理子先生はじめ、まあ、山田賢治先生や、はい、飯田一郎先生とかが、視察に行ってくださいまして、こういうふうに、拉致の技術がつきました。で、これはもう本当に大きな一歩だと思います。たくさんの観光客が来る、港巡りもするところの横にある耕作選手資料館で、まあ、こういうふうにね、来館されてる方が読まれてます。ね、日本人拉致問題についてこうやって読まれてます。で、この船を実際に見られて感じるものがあると思うんですよ。うん、そうですね。竹本さんおっしゃる通りです。学校教育に活用、これから知っていただきたいですね。で、荒木和弘先生が、すいません。確か、ちょっと待ってくださいね。何日でしたっけ？12月の、ご存知の方ちょっと書いてもらっていい？あ、8日ですね。はい、8日にこちらの方で、お昼の3時でしたかね。はい、無料で1時間ほど現地集合されて説明会をされます。はい、12月8日です。お近くの方、ぜひ、行っていただけませんでしょうか。荒木先生から直接ね、この耕作船を見ながらお話が聞けるチャンスです。うん。すごく貴重な機会になると思います。まあ、荒木先生もね、こういうパネルもありますし、お話ね、しやすいと思うんです。土曜日です。
はい、12月8日土曜日、申し込みは不要です。3時から説明会を、催されます。はい、現地集合です。よろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、関東の方ご来館ください。よろしくお願いします。あと昨日、新潟の方で県民集会がありました。そちらのご様子もちょっとお見せします。あ、そうですね、新満さん、荒木和弘先生のご著書が出ます。12月10日です。はい、ちょっとね、その本の紹介も後でします。はい、そうですよ、森垣さん、山田健二先生も視察に行かれてました。一緒に、山谷先生と一緒に行かれてました。はい、まあ、忘れるな拉致県民集会ということで、はい、これ昨日の様子ですね。池田さんから、めぐみさんの同級生の池田さんからお写真を、はい、お借りしています。はい、で、しげるさんは入院されていらっしゃいますので、ご参加できなかったんですが、さきえさんは参加されました。うんうん、しげるさんの病院の方に、菅官房長官もお見舞いに行かれたそうです。はい、さきえさん、こうやってご登壇されてお話もされました。新潟日報でね、号外が出ましたね。はい、新潟日報さん、こういう号外出してくださったんですよ。はい、救い出す心一つにと、さきえさん解決訴えと、うん、県民集会の様子ですね。はい、菅官房長官初出席しましたということで、はい、政府の取り組みも、ますます、前よりもね、良くなってますので、小作戦資料館の記述も出ましたし、菅官房長官に、ね、実直な方ですので、うん、期待したいと思います。はい、では来週のゲストのご紹介をして終わりたいと思います。再登板です。久しぶりです。はい。ちょっとかっこいいお写真で。はい。武蔵村山市議の天海氏陽一郎さんが、本当にお久しぶりに、再登板してくださいます。で、この方はですね、今からもう10年前になるんですが、実際に北朝鮮に行かれて、日本人拉致被害者に向けて、こう、日本から毎日流されている潮風の、日本国からこう送信されているものを、現地でしっかり受信できるかどうかを、2008年に平壌で確認されました。はい。この方の、放送は、ぜひ必聴ということで、すごく面白い方です。本当に正義感があって、いろいろ、まあ、今のね、市議のお仕事の中でも、不正についてこう、糾弾して来られてるんですが、ね、本当にユニークな方でして、ブログも書かれてます。本当に面白い方で、ちょっとね、最後こんなお写真。この方のブログから持ってきたんですが、はい、これね、どこでね、撮られてるお写真かというと、朝鮮総連のホジョンマン議長の経営されてる焼肉屋さんの前で撮りました。
はい。記念撮影ですね。もうテポドンでね、もう丼のね、テポドンで。この服着てね、ブルーリボンバッジもつけて、焼肉屋さんの中入って、本場の平壌冷麺うまいなーとかね、拉致問題の話もでっかい声でね、されて、実際に、ぜひ、お話聞いてください。しっかりひ肉。でもね、正論なんですよ。おっしゃってることね。はい。実際に北朝鮮で、この国でないトップはね、国民を飢えさせてね、どこが立派なんだっていうことをね、でっかい声で言って、向こうの案内人の人に、天海さん拉致しますよと何度も 注意された方です。でもめっちゃ正義感の強い、はい、市議さんですよ。武蔵村山市議さんです。で、今年、サンデー毎日にも、ちょっと寄稿されたんですが、はい、実際に、北朝鮮の国境のところまで、また今年行かれてます。あ、逆に欲しいですか？ そうですか。はい。この T シャツ着て、ホジョンマン議長の、朝鮮総連のトップ、ホジョンマン議長の経営する焼肉屋さんで、焼肉を食べれる人です。はい。来週楽しみに聞いてください。はい。よろしくお願いします。朝鮮学校のね、文化交流会の方に行かれた時の話、聞きたいと思います。ヘイトじゃないです。はい。朝鮮学校ではどういう教室にね、お写真を飾っててというのを、実際に、殺されるって。まあもう、鋼のメンタル、おっしゃる通りです。本当に。美味しかったそうです。で、焼肉に罪はないということで、たくさん食べたそうです。はい。来週のお話、ぜひ、お聞きください。はい。それでは今日の放送終了します。ありがとうございました。おやすみなさい。迎えに行くよ。